をあらすじ。前回、パトはバンドリの対バンライブを行い、見事1位を取ったが、内容的に満足できず、一人、狩猟を行っていた。よし、集中をスマホ一点に集中して。今だ、あだだ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 。むしろ、あの時は入れなかった、マスタールームの強者を倒し、最高得点を取る自信がある。やってやる。今度こそ僕はやってやるぞー。ご主人、まずはスマホを買い直さないと。しまった。さっきの連打で壊してしまったんだ。早く買い直さないとー。あ、ご主人、待ってください。私まだご飯食べてる最中なんです。ふう、なんとかスマホを購入することができました。せっかくの美味しいうどんが。まあまあ、とりあえず今回は、協力ライブのマスタールームにチャレンジするんだけど、その前に、フリーライブで、協力ライブで僕が提案する予定のジャンルを練習しておくね。お、ご主人、アフターグローの星4のバンドメンバー全員揃っているじゃないですか。ふふ、これが運に愛されたものの力さ。そうですか。とりあえず、少し隠れようか。はい。さよならはあなたから言った、それなのに頬濡らしてしまうの、そうやって昨日のことも消してしまうならもういいよ。笑って、ご主人、手出しは順調ですね。うん、まだまだ僕の中では余裕だよ。ちょっと手が触れちゃった。収録時間が見えちゃいましたね。はい、僕はいつもスマホゲームは夜中に撮影してます。だって、外が静かなんだもん。ゆきなさん、本当に声が綺麗ですよね。本当、いつも綺麗な歌声ありがとうございます。主人はバンドリ、役場はカラッチになったせっかくありましたよね。うん、どのーとか、あるなら、他にも、ハッピーシンセサイザーとかいろんな曲バッチになったよ。伝説とカバーしている方だったらガッチガッチだったりするんですか？うん、どっちかというとカバーの方ガッチです。次のカバーコレクション CD、楽しみにしてます。お、ご主人、フルコンボですよ。よし、今回は調子がいいから、このまま、協力ライブの方に挑戦してみようか。協力ライブは対バンライブと違って協力するから、今回のスコアより結構増えたりするから、ちょっと楽しみですね。うん、でもその同じ条件の中、僕はマスタールームでどこまで通用するか、ぜひ見ていてね、メリア。了解です。ご主人のかっこいいところちゃんと見てますね。よし、それじゃあこのまま協力ライブでレッツゴー。マスタールームの条件18万ってかなりハードルが高いですよね。うん、星さんが5人とかだと、アイテムを強化しても、その数値に行くかどうかわからないくらいだからね。その中で、厳選された強者の中、ご主人はどこまで通用するのか、ドキドキですね。よし、とりあえず、ジャンルは確定だね。スタンプをしておこっと。メリア、何やってるの？スタンプごっこです。それじゃあ、これからは、本番なのでコメントなしでいきますね。任せてください。ご主人が頑張ってる間、私がトークします。ノリノリで行こう！頑張れご主人。他の強者に負けるなぁ。さよならはあなたから言った、それなのに、頬濡らしてしまうの。そうやって昨日のことも消してしまうならもういいよ。ただ
では練習通り順調ですね。最後まで最高。頑張ってくださいご主人。やったー、いいコンボですよ。絶対スコア出てますよ。ふん、練習より調子良かった気がするよ。あとはスコアですね。わあ、フルコンボ取ったのに、ご主人よりスコアが上の人がいますよ。さすがマスタールームだね。まだまだ上には上がいるってことが思い知らされたよ。ということは、まだまだ僕の番取りは終わらないってことだよ。そうですね。これからもどんどん練習して、いろんなプレイを実況していきましょう。うん、僕は上手いプレイ実況より、楽しく実況したいから、これからも楽しくゲームをしていくよ。僕たちの冒険はこれからだ。ご主人、それだと終わっちゃいますよ。ご視聴ありがとうございました。面白かったらぜひチャンネル登録をお願いします。他にもいろんな動画がありますので、ぜひ見ていってね。過去の動画は再生リストにまとめてるので、そちらを見ていただくとよりパトパトチャンネルを楽しめますよ。ぜひチェックしていってくださいね。次回もお楽しみに。それでは次回でお会いしましょう。さよなら。